っていうことですね。うわ、冷てえ、なんか今日は、ゲストに、ドミッシュこと、マルセロが来てくれました。パンパンやってる。パンパンやってる。で、今日は、いや、お、長いな。ほんまにマルセロそんなんしてる？パッションやらい以来、見てないけど、これ。パッションやらい以来。そう。で、Vlog を今年から始めまして、はい、まあ、楽しく飲もうじゃないかということで、僕はでも大阪出身なんで、うん、ちょっとたこ焼きをね、たこ焼きを、じゅうじゅう言ってるんですよ、ね。振る舞って、まあ、うん、ドビンはね、やっぱちょいマネジャパンのメンバーなんで、はい、まあ、お酒を飲みながら、今後について語って いければなと。あ、なるほどね。そうそうそう。今後どうして、してるかみたいな。そうよ。今日はね、ドビンと楽しく、あんま二人で飲むことないやん。そうないもん。いや、あんま確かにみんなと飲むことがないからさ、まあ、Vlog を機にね、ちょっとみんなとも飲めたらなということで、うん、まあね、いや、ちょっと飲んでこう、これしながら。でも確かに、まあ、今だって外であんま飲んでるのを映すのってできないじゃん。そうなんよな。でやっぱ家で乾杯しようか、ね、で、これちょっと、はい、なんかしないけど、もう酒指定なのよ。そうだね。ちょっとちょみする、チャミするね。チョミするじゃないから、チョミする、さっき言い間違えたやつわざと間違えていいから。怖い。でも若干ちょっと顔赤なってない？いや、実はオープニングのこの前にもうちょっと、そう、ちょっと飲んでよ、ちょっと飲まされてるから、アイドリング的にね。そうそうそう。で、なんかいい感じの、ちょっといい感じからのオープニングだから、そう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 、うん、こっからね。でも別に無理はしなくていいんでね。いいの？いい、全然。全然そうだよ。普通にたこ焼き食ってる。普通にそう、普通にたこ焼き飲めばいい。うん、たこ焼き飲めばいいだけなんでね。いや、熱いだろ。喉焼けるとするだろ。いや、あんま喋れてないけど。で、今日はね、実は、うん、両サイドに、ドミが喜ぶように女性も、準備しておりまして。そうね、実はね、映ってないけどね。はい。これでドミのテンションも上がるでしょ。なるほどね。そういう感じね。はい。で、彼女いない歴もうね。そういうおもてなしも。何も喋れてないよ。おもてなしもね。してるんで。なるほど。ちょっとね、こっから、ちょこちょこと。喋れるかな、俺。飲んでいければなと。本音。いや、本音がっつり来たよ。ちょいマネージャパン、あ、これ聞きたいわ、でも一個。ちょいマネージャパン、まあ、サッカー、チームやん。うん。実際みんなできるやん。うん。サッカーね。まあ、サッカーやってる軍団で、今ちょっとなんかいろいろね、大会とか出たりしてる、ね。そうそうそう。誰が一番やりやすい？あー、プレイとして。うわ、めっちゃ聞きたい。ほんまに考えていいよ。もでも、うん、多分、うん、俺がやりたいサッカー一番知ってるのは、マジで、長谷部誠整ってないやん。あ、そうなんや。うん。多分一番多分、俺がやりたいサッカー、うん、っていうのは、うん、いうのをやりつつ、ちょっと相手剥がしながら、あれ、うん、なんかスル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 、うん、うんスル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 チョミする。あ、ジューって音だけ。このたこ焼き。両サイドの女性もピクリともしない。このたこ焼き、そうだね。で、うん、たこ焼きのジューって音だけね。おい、やめろ。おい、ここ、ダメダメ。いやだからもう俺だっていつもレモンサワーかハイボールをひたすらもう同じペースでずっと飲む、無限それ俺もう本当に前日の夕方から飲んで次の日の昼ぐらいまでずっと飲める、うん、弱いけるいける全然すごいよ、うん、眠くはなるよ、うん、でも全然いけんねん、あ全然酔わずに、うん、でえあいやダメダメかいはいえダメダメダメ何がでも消毒したからちゃんとみんないた何発いくねんでみんなだ大丈夫ないいた長すんごい長いよ弱めえからね俺マジでガチ強いからね俺マジでそんなだってケイスケ俺酔ってるとこ見たことないでしょいいえいっぱい見てる三河健一の いいえ私のいの感じいいえいっぱい見てますさすがに女の子言うなよウインナーどういったウインナーここウインナーだよあウインナーここ
ピーバースデートゥーユーハッピーバースデートゥーユーハッピーバースデーディアドミッシュハッピーバースデートゥーユーおめでとうちゃんと知ってたよ、僕ドメが誕生日のこと。あ、そうなの。はい、マジちゃんと準備してきました。あ、そうなんだ。はい、あ、でもまあ確かにそう思ってくれてんだったら、まあまあまあ、まあ、確かに結構あれだね、すごいね、ちゃんと覚えてたんだね。はい、もちろん。なるほどね。はい、うわすごいね君ら。でもハイボールこれどれってね、封してくれる早くえほんまはでもワンホール用意したかったんじゃなくて、まあはいはい、まあ、ちょっとこんな感じで、ね、おめでとう何歳ゆとみ。まあ一応実はね、このやってる時にね、はい、誕生日みたいな感じね、はい、で36歳になりましたけどちょっと待って、ちょっと待ってね、はい、はは、どうしましょう。時間はちょっといいか一旦諸事情がありましてちょっと待ってね、諸事情がありまして、ちょっと待って、ね、諸事情があるから、まだなってないのよ諸事情があんのよ。1時間おめでとう。 俺アラームかけてるから。おめでとう。今日、いや今日はね、そのドミの誕生日を祝いたくてね、やっぱりこうやって嘘つけ、ほんとちゃんと準備してきましたんで。ドミの誕生日祝いたくて、お前見てみこのまあ嬉しいけど、この俺初めてよ、このちゃんとこれも買って、いや準備したから、あの大体プレートはあるよそういうのじゃなかったね。大体このね、うん、お誕生日おめでとうなの、なんか白いいやでも本当ありがとうございますいや回してるー、そりゃそうよ、回してるよ、回してるー。もう帰ろう。全然あれできてないからね、うん、前向けるよこれ、うん、全然前向けるよ。はい、来た、はい、これで出して、はい、ほら、うん、ほら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 、相手見て、相手もうこんなんだよ、うん、前向けだ、一回こうやってる時にこうやってできるやん、うん、あ、もうリプレイリプレイリプレイ、ほら、あら、だ前向けるもん、あんな俺だったら前向くもん。確かに、だって俺だったらこう向いてこうってやって、うん、で出すとこなかったら後ろ下げるっていう。あ、でもこれも決めてるところをや、うん、入れてくれてるからよかった。うん、で俺まだ出てないからね。あ、今出たって、今出たって、今やっと、今やっとロッペンと俺が投入よ、うん、投入された。うん、だマルセロの実力をまだ分かってないのよ、みんなが、うん、ちょいマネメンバーが。だマルセロを絶対出さなあかんってなってないのよこいつらが。あら、今回も全然喋ってないよマルセロが。全然で、ほら映ってもないでマルセロ、うん、そうよ、うん、ほら、あ、いやいやいや、ほらほら、もういらん、もうどうでもいいことしょ、どうでもいいこと、俺どうでもいいことばっか喋ってるから、もっとも喋ってない。今のいらんね、今のパスいらないよね今のバックパス今ダメ、うん、あれ仕掛、あれ、あれから仕掛けていいからね。ここも出てない、もしや、あれ、あれ、あれ仕掛けていいから。ここも出てないんじゃん、ドミ出てないよ、うん、だってしょうがないんだって、だって日本代表が出るって言ってんだもん。ああ、そう、座ってるわ。うん、俺めっちゃ休んでるからね、言っとくけど、この、この富山出てない、出れてないんや、うん、今のも、ゆうせい、チョンでいいじゃん。うん、まあ、こう歌ってチョンってやって決めたらかっこいいじゃん、うん、下手くそなんだってああ、これは、あ、これもう高木のバックパスです。ま、見てるわマルセロ、見て、めちゃくちゃ見て、冷たい目線で俺は見てる俺ら、え、何してんのって思いながら、やっとやっとね、満を持して、満を持ちしてね、満を持ちしてロッペンとマルセロ出たよ、うん、うん、お、めっちゃ蹴って、めっちゃ蹴ってよ、大丈夫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 。いや、これはもうディフェンスがもうぐちゃぐちゃ。だってもうロッペンと南野がディフェンスやってるもん。無理。ぐちゃぐちゃ。これはもうぐちゃぐちゃ。うん。うん。もうロッペンもう何してるかわかんない。もうボールに行くだけ。もうボールに行くだけ。うん。もうこのグラウンドめっちゃいいんだけどね。いいですか？ん？いいですか？いやいやいや。
でもよく見て、これもう全然、全然こんな怪我しないからな。うん。でちょいマネで一番うまいのは？俺。ドミドミほら、もうこんなほら見て見てほら、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 見て見て。ロッペン何してた？立ちすくんでた？ロッペン敵もいないのにめちゃめちゃ動いてたけどね今ロッペン。めっちゃおもろかったからロッペン。